ザフーは2016年に結成されたモンゴルのロックバンド。モリンホールやホーミーなどモンゴルの伝統音楽の楽器や技術を取り入れているのが特徴で、その音楽性は強度ロックと呼ばれている。フはモンゴル語で人間を意味する。2018年秋、YouTube 上に UAEUAE とウルフトーテムの2曲が公開され、 2019年10月までの約1年間で2500万回再生を記録した。2019年4月11日、ウルフ・トーテムがビルボードのハード・ロック・デジタル・ソング・セールズで1位を記録した。モンゴルの音楽家・グループがビルボードのチャートで1位を取ったのはザフが初めてである。またユーウェイ・ユーウェイ・ユーは同じチャートで7位を取り、ウルフ・トーテムはデビュー時点で、 ビルボードのホットロックソングズチャートで22位であった。2019年5月17日に、モンゴル大統領、ハルトマーギーン・バトトルガと面会し、国家振興の功績を称された。2019年6月6日、サードシングルとなる、ショーグショーグのリリックビデオを公開した。2019年6月から7月にかけて、ヨーロッパの12カ国23カ所を巡るツアーを実施した。 2019年8月23日には、ホースシングルザグレート、チンギスカーンのミュージックビデオを公開した。2019年9月13日には、ファーストアルバムザゲレグをリリースした。このタイトルは、チンギスカン時代のモンゴル帝国で発行されていた通行証の名である。ザゲレグは、イレブンセブンミュージックにより国際配給された。2019年9月から12月にかけて、 初めて来たアメリカツアーを行った。10月4日には、フロム・アッシュズ・ツー・ニューのダニー・ケースがボーカルを担当した、ユー・ウェイ・ユー・ウェイ・ユーの新バージョンが公開された。11月、楽曲の一つ、ブラック・サンダーが、アクションゲーム、スター・ウォーズ・ジェダイ・フォール・オーダーの楽曲に採用された。12月13日、パパローチのリードボーカル・ジャコビー・シャ・ディックスを迎えた、ウルフ・トーテムのリミックスを公開した。 2019年11月27日、モンゴル文化を世界に広めた功績により、モンゴル国の最高栄誉であるチンギスカンクン賞を授与された。ありがとうございます。